卵、キャベツ、玉ねぎ、牛肉、卵、キャベツ。さっきから何をブツブツ言ってるの？お使いで買うものを忘れないように復習してるの。バカね、別に記憶しなくてもメモがある。わあ、こん、初めてのお使い、ミステリー案内人です。普通一人でお使いって何歳くらいで行くもんなんだ？それこそ国や地域によって様々でしょうが、日本は比較的早い方ではないでしょうか。小学校低学年には経験する子が多いように思います。まあ治安が悪いと子供が誘拐されかねないもんな。まさにそれですね。さて今日はそんな子供のお使いについてのお話です。それにしても困ったな。このままじゃ経営がままならないぞ。そうね、監視カメラつけたのに件数は減らないし、予算の問題で2台しか導入できなかったからな。資格なんていくらでもある。まったくどうしようもない奴らがいるもんだ。私の名前はひろこ。夫であるこの人とスーパーを経営していて、私が店員、彼が店長として頑張っている。地域の人たちに愛されるお店になれたと自負していたのだけれど、最近困りごとが。というのも万引きが後を絶たないのよね。盗まれるもの一つ一つは大した額じゃなくても、塵も積もれば山となる。万引きはダメだというポスターを貼ったりだとか、監視カメラを導入したりだとか努力はしたけれど、今のところ効果は薄い。私が店内をパトロールして万引き犯がいないか目を光らせておくわ。頼むな。本当は万引き G メンを雇えたらいいんだが。何をするにも予算の問題があるものね。大丈夫、私が捕まえてみせる。頼もしいよ。それじゃ俺はレジをやるから。ええ、今日も頑張りましょう。いらっしゃいませ。うんうん、客入りは上々ね。全員がきちんとレジを通してくれたら売り上げもなかなかのものなのに、一部の犯罪者のせいで悩まされるなんて本当に腹立たしいわ。あら、野菜売り場を見てみると可愛らしい女の子が2人。あまり見かけない顔ね。ガーナ、ここでは。ふむふむ、何かこそこそ話しているみたい。子供でも油断はできないわ。よし、少し聞き耳を立ててみましょう。野菜コーナーで買うものはいくつあったかしら。キャベツ、玉ねぎ、他にもいろいろだね。いや、お姉ちゃんがメモしてくれてて助かった。なるほど、姉妹二人でお使いに来たのね。ふふふ、微笑ましい。ねえねえ、なんでこここんなにいろんな種類の野菜が揃ってるの？季節外れなものも多いよね。温室栽培されたものを仕入れているからでしょう。消費者としてはありがたい限りだわ。なるほど。外で作らなければ気候の制御も可能になる。安定した生育環境が確保できるから農家にとっても素晴らしいものよね。ま、その分軌道に乗るまでコスト面での不安はあるでしょうけど。おお、一長一短だね。ふふふ、ガーナったらビターの四字熟語癖が映ったみたい。さっきお兄ちゃんとたくさんおしゃべりしてきたからだ。うん、あの子たちまだ小学校低学年くらいでしょうに、やけにしっかりした会話しているわね。あら、ちょうどいいサイズのかぼちゃがある。大きすぎない？だからいいのよ、この中をくり抜いて、ほら、何でも入れられる。仕事に行くときに相手を油断させるいいアイテムになりそうでしょ。ああ、そういうこと。うんうん、私のお気に入りのバッグ。し、ここは一般人も多いから。ついうっかり。バッグ、何？爆弾？いや、まさか、そんなわけないと思うけれど。しかも一般人って、あなたたちはそうじゃないの？うん？仕事に行くとき？お嬢ちゃん二人仕事もしているの？ああ、ダメ。気になりすぎるわ、あの子たち。もう少し様子を見ましょう。私は抜き足、差し足、忍び足でお肉コーナーへ移動していく彼女たちを追いかけた。お肉、お肉。
わあ、霜降りのいいお肉だね。美味しいのは確かなんだけど、赤身の方がいいわ。霜降りはどっかり来るでしょう。ああ、わかるわかる。待ちなさい。あなたたちまだ子供でしょ。そういう会話は私くらいのおばちゃんになってからすればいいのよ。今は霜降りを思う存分食べておいて、いずれ食べたくても体が本気で受け付けなくなるのよ。どっかり来るとかそういうレベルじゃなくなるのよ。でもさっと茹でて油を落としてポン酢やわさびで食べる日本風の料理ならあっさりいけるよね。ステーキもハンバーグも好きだけどさ、たまにはそういうのもいい。食べたくなっちゃった。お使いリストにはないけれど買っていきましょう。霜降り肉賛成。あらあらあら、割とお高めのお肉選んじゃって予算足りるのかしら。はあ、まさかお金が足りないからって万引きしないわよね。じっと見ていたけれど、彼女たちはきちんとカゴの中に商品を入れていた。とりあえずセーフ。ああ、また移動するわ。次に彼女たちが来たのはお酒コーナー。未成年も未成年だからここに用はないはずだけれど。お姉ちゃん、お酒なんて買えないよ。わかってるわよ。でも見てこれ、ワイン？黒猫のしずく。あのワインはとても高価なもので、知る人ぞ知る最高のお酒。この店にふさわしくない気もするけれど、完全に私の趣味で仕入れているもの。チーズやチョコレート、ドライフルーツなんかによく合うのよね。ああ、飲みたくなってきた。なんて言ってる場合じゃなくて、あの子どうして黒猫のしずくを。これでお肉を煮込むととても美味しいのよ。前に母さんが作ってくれた。あなたも食べたでしょ。そうだっけ。私たちで買えないのが残念だわ。あのワインで煮込み料理を？なんて贅沢な。とんでもないお嬢様なのかしら、あの子たち。羨ましい。で、落ち着きなさい、ひろこ。欲しいのに買えないものこそ万引きされやすい商品になるのよ。あの子たち、こっそりカバンにしまい込んじゃうかも。また今度父さんや母さんに頼んで買ってもらいましょう。これは棚に戻さなくちゃ。おう、よかった。ここまで何もしないならもう大丈夫でしょう。そっとその場を離れようとした時、店員さん、さっきからずっと私たちのことを見張っているわよね。何か用なのかしら。バレてた。そっか、万引きしないか疑ってたんだね。私はこの子たち、ショコラちゃんとガーナちゃんに問い詰められ、正直に話すしかなかった。どうやら早い段階から気づかれていたみたい。不快な思いをさせて申し訳なさしかない。本当にごめんなさいね。いいのよ。ひろこさんは仕事をしていただけだもの。考えてみれば、私たちもこそこそ動いていたから、怪しまれるのも仕方ない。そうそう、隠密行動するの癖になってるし。え？どんな癖？うん、なんでもないのよ。ね、ガーナ。なんでもありません。話してみてもやっぱり気になる子たちだ。でもいい子そうだというのは間違いない。一人で見回りって大変ね。まあね、私もレジに行かないといけない時があるし、きっとこの間にも見逃している人もいるわ。もしよかったら手を貸しましょうか。え？それいいじゃん。私たち今日お使い以外の予定ないし、万引き G メンやる。子供のあなたたちにそんなことさせられないわよ。お給料だって出せないし。いらないわ。ただお手伝いしたいだけなの。ここ少し見ただけでいいスーパーだってわかるし、こういうお店にはずっと長く続けてもらいたい。そうそう、それに万引き犯も子供相手なら油断するでしょ。確かに。自分だけじゃ決められないから夫に相談。すると大喜びですぐに手伝ってもらうことに決定した。今は猫の手も借りたいくらいなんだ。ありがたくお願いしておこう。それじゃあよろしくね、ショコラちゃん、ガーナちゃん。私はあっちを見て回るから反対側をお願い。了解。頑張ります。不届き者を捕まえるわよ。やる気十分だ。
殺し屋の修行にも持ってこいかもね。ターゲットを発見する力。ええ、徹底的に行きましょう。捕まえた。早いわね。たった10分後、二人は万引き犯を連れてやってきた。よぼよぼのおじいさんだけど、顔は怒りに満ちている。そっちが怒る立場じゃないでしょうに。おにぎり、お酒、おつまみとかを自分のバッグに入れて、そのまま外に出たところを確保したにゃ。まったく、こんなガキに何がわかるって言うんだ。老人は生活も大変なんだぞ。年金だけじゃ生きていけん。だからって、万引きされてはこちらも困るんです。いいですか？犯罪ですよ。じゃあ、わしに死ねというのか？言ってません。とんでもない飛躍の仕方ね。ひろこさんは冷静なのに、あなたは逆ギレしっぱなしで情けない。年長者を敬わんとは、しつけがなっとらん。泥棒を敬う人なんていませんよ。それに、怒鳴りつければ相手が萎縮すると思うなんて、幼稚にも程があります。警察に通報しますね。私が警察と言うな否や、おじいさんはわざとらしくしょげてみせた。それだけはやめてくれ。ちゃんと反省しとるから。この商品のお金も支払うし、老人の頼みを聞いてくれんか。私だって鬼ではない。いくら横暴な人でも、こんな姿を見ると心は痛む。お金を出してきたから、受け取ってなかったことにしようか悩んでいたんだけど。はい、嘘つき！ガーナちゃんが急にそう叫んだ。どうしたの？この人全然反省してないにゃ。だって、ポケットの中のガムはそのまま持っていこうとしてる。お金足りてないよね。バレてないからごまかせると思った？こんなクソガキども、最初から知ってて泳がせていたのか。なんて性悪な。性悪はあなたです。こんな子供たちの前で恥ずかしくないんですか。やっぱり警察に連絡します。やめて。はあ、無事連行されていったけれど、どっと疲れたわ。捕まるとは思わなかったなんて最後までゴニョゴニョ言っていたし。ひろこさん、捕まえた。また？ごめんなさい、お母さんを許してあげてください。次にショコラちゃんたちが連れてきたのは子連れの主婦。子供の方はガーナちゃんと同じくらいの年齢で必死に謝っている。母親の方がお肉や調味料をカバンに入れているのを見たわ。外に出てから子供と合流していたから二人とも捕まえた。お母さん、きっと私に美味しいもの食べさせたかっただけなんです。うちは貧乏だから。ごめんなさい、ごめんなさい。子供にこんなこと言わせちゃダメだよ。本当に情けないです。許してください。さすがに同情してしまう。子供の前で母親を責めるのも気が引けるし。初めてなんです、こんなことしてしまったのは。もう二度としません。見逃してください。商品もお返しします。本当は買い取りたいのですが、お金もなくて。お願いします、お願いします。子供が頭を下げたその瞬間だった。あ、いい。はあ、なんと子供の背負っていたランドセルの中から大量のお菓子がこぼれ落ちてきたんだ。どう考えてもうちの商品。そういえばさっき、私がお菓子売り場を見回っていた時、この子がうろうろしていたような。私の目を盗んでカバンに詰め込んでいたのね。親子それぞれで万引きして店の外で合流。手慣れてるわね。バカね、何してるのよ。さっきまで見せていた涙はどこへやら。母親が急に大声を出したものだから私が腰を抜かしそうになった。あと少しで帰れそうだったのに、このグズ。グズって。はあ、お母さんが捕まったのが先じゃん。私はうまくやってたんだよ。爪が甘いのよ。そっちこそ。ああ、子供に捕まるなんてダッサー。親子は私たちを無視して口喧嘩を始めた。なんて醜い光景だろう。その辺にしてください。
うるさいわね、家族の問題に口挟まないで。この店の商品盗んだんだからそれは無理でしょ。ああもう帰る。母親は車の鍵を取り出して事務所から出て行こうとした。その鍵を見てまたびっくり、高級車の鍵だったんだもの。貧乏って話は何。いやでも実はお金に困ってないのに万引きに手を出す人は案外多い。スリルを楽しんでいるのか何なのか。だけど親子でっていうのは初めての経験だ。帰らせません、警察を呼びますから。出入り口ガード。何なのよもう。そもそもお母さんの情報収集が下手だったんでしょ。ここなら大丈夫って言ってたじゃん。黙りなさい。え、何ですかそれ。そんな情報が出回っているんですか。ふん、知らない。そう言ったっきり親子は口を閉ざしてしまった。そしてまた警察がやってきて連行。大変ですねと警察官に同情されてしまったけれど、苦笑いするしかできなかった。ねえひろこさん、もしかしたら万引き犯たちの間でこのスーパーは万引きしやすいって評判なのかもしれないわよ。さっきの母親の話を聞く限りそういう噂があってもおかしくなさそうだったわよね。実際人手は足りていないし、カモにされているのかしら。犯罪者って案外横のつながりが強固だったりするのよ。ああ、それわかる、厄介なんだよね。あなたたちなんでそんなこと知ってるの。テレビでやってた。そうそうテレビテレビ。へえ。さあ見回りに戻りましょう。捕まえたわひろこさん。この店の客層どうなってるの。食料品、日用品、雑貨、あらゆるものを盗みすぎでしょう。あなたここまで派手にやるなんてどういうことなの。次に連れてこられたのは30代くらいの女性。妙にふてぶてしくてさっきからずっと私を睨みつけている。この人ものすごく雑に商品をカバンに入れてたにゃ。目に入ったものとりあえず全部持っていこうとしてた感じ。さすがに大胆すぎてこのままレジに行くんだろうって思ってしまったわ。でも堂々と外に出てたから確保した。ああ、これまで捕まることなんてなかったのにな。子供に頼らなくちゃならないほど困っていたのね。なんなんですかあなたは。なんなんでしょう。口ぶりからしてこれまでもうちで万引きをしていたことは間違いない。私がドン引きしていると女性は続けた。私って親切だからこのお店の良さを宣伝して回っていたんですよ。こいつ。まさかさっきの母親も老人もこの人の話を聞いてうちで万引きを。だとしたら全ての元凶は彼女じゃないの。何のつもりですか。自分で考えたら。この人がなんでこんなに敵意むき出しなのか全くわからない。絶句していたらショコラちゃんとガーナちゃんが気まずそうに話しかけてきた。ひろこさん、旦那が店長なのよね。そうよ。多分呼んだ方がいいと思う。そうね。ここまで悪質なら店長にまで話を持っていくべきね。すぐ店内放送で呼び出すわ。事務所に来てくれてどうしたんだ。レジの人員がいなくなって。こんにちは。お前知り合いなの。私がそう尋ねると夫はだんまり。女は勝ち誇ったような顔をしていた。鈍い私でもここまで来ればもうわかる。なるほど、そういうことね。あなたの不倫相手なのね彼女。夫は顔を真っ青にしていた。彼女はきっといつまでも離婚しない夫の態度に耐えかねて夫婦でやっているスーパーの経営を邪魔していたんだ。さらにこの店は万引きしやすいと噂を流しまくっていた。よーくわかったわ。夫もこの人もめちゃくちゃバカだ。ひろこさん。ああごめんなさいショコラちゃん、ガーナちゃん。あなたたち勘が鋭いからすぐにこの人の正体に気づいていたのね。夫を呼べと言ってくれてありがとう。ひろこ、話を聞いてくれ。
俺が本当に愛しているのはお前だけで。ああ、すみません、警察ですか？何度も申し訳ないのですが、また万引き犯を捕まえまして。はい、はい、連行よろしくお願いします。はあ？警察？何してんのよ！なんでびっくりしてるのよ。そりゃそうでしょ？ここまで犯罪を重ねておいて、無罪放免だとでも？冷静になってくれ。俺が悪かったけど、そんな話を大きくせず話し合いで解決を。無理無理無理。最初に話し合い放棄して暴走したのはあなたの不倫相手さんじゃないの。法で裁かれるべきです。不倫についても訴えますから、そのつもりで。ヒロコ。子供の前で情けなくすがってくるんじゃない！あんたが招いたことでしょうが！そもそもこんなこと思いつくような変な女に引っかかるんじゃない！変な女って何よ！そのまんまの意味よ！喧嘩しないで。誰のせいだと思ったんじゃ！私の爆弾よりも大爆発してる。彼女は私たちが思っていた以上に強い人のようね。これなら何もかも大丈夫そうだわ。すごい大盛況ね。店員さんもたくさんいて人手不足も解消してそう。ショコラちゃん、ガーナちゃん来てくれたのね。ええ、商品券をいただいたから使いに来たの。無事届いたようでよかった。あれから私は夫と離婚、不倫相手と夫二人から慰謝料を分取り、スーパーの経営権も私がいただいた。店長として再出発したところ、これが大成功。夫に遠慮していろいろできなかったことを思い切ってやってみたら、それが功を奏した。従業員も余裕を持って採用できているし、もちろん万引き対策もバッチリ。あの時ショコラちゃんたちが手伝ってくれていなければ、今頃不倫相手の犯行にも気づかず、そのまま経営悪化で閉店するしかなくなっていただろうな。あの時はショコラちゃんたちの前だから強く言おうって思えた。ありがとう、二人のおかげよ。そんなことないにゃ。ひろこさんが真剣に仕事に取り組んでいたから、私たちもお手伝いしたくなっただけだよ。その通り。謙遜しなくていいのに。さあさあ、好きな商品何でも選んでちょうだい。もはや二人になら商品券の金額を超えて持って行ってもらってもいいわよ。それじゃあただの万引きになっちゃうわ。ああ、私ったらバカなこと言っちゃったわ。万引きダメ、絶対ね。こんなちびっこがお使いで頑張って、頑張れ畜生。意外と人情物に弱いんですね。皆さんは初めてのお使いの思い出ありますか？ぜひコメント欄で教えてください。それではバイバイチー。ねね、あの不倫相手の人さ、出所したらまたひろこさんに嫌がらせに来るんじゃないかな。かもしれないわ。でもその時は私たちが仕留めましょう。なんせ本業は殺し屋なんだから。それいいね。あのスーパーをずーっと守っていくぞー。